さて、噂は聞いてるぞ、バーディ。俺を呼び出すんだ。それなりの話なんだろうな。手を貸してやろうと思ってね。あんたが探してる女のことさ。あんた何に手を出しているか分かってないよ。バーディ、心配してくれるのか。どれどれ。これが信用できる野郎の面か。ドムは死んだ。あのハゲのせいで。つまりあんたには代わりが必要だ。そして俺以上に使えそうな人間なんているか。いや違うな、バーディ。小娘はもう手元にいる。つまりお前はもう役には立たん。待て待て待て、落ち着けって。いいか、頼むから聞いてくれ。あんたは分かってないんだ。最高の値をつけるやつを探してんだろ。俺なら単独をつけられる。それも俺の仕事だな。だろ。俺がお前の電話の盗聴くらいできないとでも。いい天気だ、バディ。あの女は名前は何と言ったかな。そう、ジェイド。一体誰だ。クソ、誰。答えが違うぞ。この国は実に何でもない。思い通りの存在に脳みそと玉のあるやつになる。わかった、わかったって。彼女はエージェンシーの下っ端だ。エージェンシー？ビクトリアにエージェンシーが関わってるのか。話してやる。やつら本気でやばいぜ。ちょっかいを出せば必ずあんたを見つけ出す。だが俺が間に入れば。わかるだろう。ヒットマンを送り込むほどの山なら、そうさ、あの国はとてつもない価値があるはずだ。心配するな。面白い話だったぞ、バーディ。ありがとうよ。だが今度その汚い面を見せたら、そのここに埋めてやる。建国の父の隣にな。これは脅しじゃない。分かってるだろう。OK、いいさ。俺をのけものにしようってんだな。だがそれが大きな間違いだ。あんたにはサプライズを用意したんだ。いや、全員分のサプライズだ。頼む、俺はここの従業員だ。乱暴はやめてくれ。雇われてるだけだ。バーバーショップだ。毎日正午きっかりに。よう、目立て。田舎町は気に入ったか。親切にしてもらってるか。時間があったらマクガーモンドってガンショップを覗いてみろよ。ちょっとしたプレゼントがある。司令、見ていただきたいものが。非常に重要なことです。なんだ。届け物です。何年も接触を絶っていた古い協力者からで、コードネームはバーディー。コードネームがバーディーとはね、飛び去るのよ。なんだ。
いつに報酬を出せ。何としても47を探し出すんだ。情報通りホープにいます。サウスダコタです。あの娘は？いや、一緒では。よし、全員聞け。任務を開始する。47の首を一刻も早くここに持ってこい。司令、お言葉ですが、あの少女の学会が最優先ではないでしょうか。いや、ジェイ、このゴタゴタを引き起こした裏切り者の始末が先だ。奴は娘の居場所を知ってる。違うか。47を捕らえれば娘も手に入る。失敗は許されん。今回はセインツを投入する。金の卵はどうなってる？最高の素材ですよ。彼女はまさに脅威だ。テストを行い判明したことがあります。どういうわけかネックレス内のアイソトープが細胞を強化している。肉体を活性化させているのです。訓練を積めばどんな人間よりも強く素早くなるでしょう。しかし体から離すとなぜか弱まります。実に素晴らしい。
エージェンシーが血まなこになって探すわけだ。大当たりだ。レニーが、レニーがさらわれたって。何？俺に立てつくとはどこのどいつだ。冗談じゃねえぞ、腐っただめ。ジェイドに連絡してすぐに取引にかかれと言え。保安官にもだ。レニーを取り戻すように言え。何のために金を払ってやってるんだ、あの変態野郎が。ああ、ミセスクーパー、こちら保安官のオフィス。ご用件はあなたによ。スカキーだ。なんだ、レイナか。いや、何、嘘だろ。ああ、ふざけんな。わかった、今行く。もう切れ。娘はどこだ。喋ったらパパに殺されちまう。喋らなければ俺が殺す。頼む、すぐに返すつもりだったんだ。金が欲しかっただけなんだよ。最後、ビクトリアはどこにいる。やめるな、続けろ。サンチェスに預けろってパパが言ったんだ。そいつはどこにいる。工場だ、町の南側にある。誰かに聞けばすぐ分かる。そこで夜に賭け試合をやってるんだ。もういいだろう。よし、掘るのをやめろ。もう、穴から出てもいいか。おい、戻ってきてくれ。そんなつもりじゃなかった。水ぐらい置いてけ。あんたには死んじまってる。トラビス、さぞ緊急事態なんでしょうね。この時間はいつも。え、光栄だわ、神のご加護。準備なさい、あなたたち。不況の時間よ。伝説をこの手で殺せる、またとない機会よ。レクスターインダストリーズ研究所へようこそ。当研究所では、科学、テクノロジー分野の第一人者たちが日夜研究を続けております。レクスターインダストリーズ、奇跡が起きる場所。エビリプレイジェントルメン、長らくお待たせいたしました。今宵は新年期最大の大勝負、我らが勝利の愛すべき巨獣サンチェス。最後は最高たちのスピードボーイパトリエロット。勝利者の本日の決勝はどちらか。戦いが今始まる。
アロハ、ワイキキにようこそ。機長をお願いできますか。ベン・フランクリン。こちらです。朝食はコンチネンタル式で7時から9時まで。ティキラウンジでどうぞ。ハッピーアワーは5時から8時。ティキラウンジです。毎体は2ドル。ピニャコラーダはもう少し。落ち着いたものはボトルをお持ちしましょうか。フランクリン様、強いやつを頼む。かしこまりました。神のご加護を喰らいな。セインツ報告しろ。セインツ応答しろ。どうした。作戦失敗だ。47トラミス、貴様を信頼していた。任務を与えられながらエージェンシーを裏切るとはな。貴様は俺に恥をかかせたんだ。おいえ、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 そいつが立ち上がって歩き去るのを見たんだな。そうさ、まるで天使みたいにな。どんなやつだった。出てけ。時間を無駄にしやがって。20人もの人間が見ているのに、ハゲで頭の後ろにタトゥーがあること以外誰もそいつの外見を言えんとはな。本気でそいつがヒットマンだと。なんだろうが構わん、逮捕してやる。フォークナー刑事、こんなものが受付に。ヒットマンを探している奴に渡せと。ご覧に。
次の裁判はデクスターインダストリー対ケビン・ジマーク不法侵入保安官被告人は、判事殿、被告人はその今朝不慮の事故がありまして病院に向かっております。そうか、回復の見込みは、かんばしくありません。息毒は打ちつけましたので閉廷する。さて、俺ちょっくら拘置所で囚人どもの顔を拝んでくるか。またな、判事さん。あなたぐらいの頃を思い出すわ。何も知らない刑事になかった。おう、イエー、どうだ。おうおう、ボロボロだな。ちゃんと火が通ったかな。もう少し焼いてみるか。エアデクスターさん、明け頭が早い。網にかかりましたよ。言ったでしょ、俺はプロだって。ぐっすり眠ってますよ。いや、お目覚めかい。これどうも、デクスターさん。グッドモーニング。さてさて、レニーをどこへやった。俺の息子はどこだ、クソハゲ野郎。そうか、タフが生き取りか。そいつは結構。あの小娘が見えるか。うちの科学者によると、こいつが彼女を起こす鍵らしい。見ろ、今は子猫のように。おう、デクスターさん、話せ。クソ、貴様ここで何をしてやがるんだ。そいつは俺のじゃない。いい加減にしろ。ミセス・クーパーのだ。変態野郎が息子を殺したのか。いいこと、彼の質問に答えた方が身のためよ。この拘置所ではよく事故が起きるの。ええ、デクスターさん、さあ、お忙しいんでしょう。こいつは俺が。さあ、息子を取り戻せ。任せてくださいよ。さあ行って。さて、ようやく二人きりだな。教えてやる。やめろ。くそ、なんて。アルファチーム、任務を続行しろ。コーティーセブンを探せ。この卑怯者、この野郎、無事に行くぞ。殺して。頼む、
教会なんかで死にたくない。最後に聞く、ビクトリアはどこだ。くたばりやがれ。ブラックウォーターパーク、ブラックウォーターパークだ。47。トム、新しいスーツが欲しい。ああ、ミスター47。もちろん喜んで。ええ。確かに新しいのが必要ですね。さあ、こちらへ。今のスーツに比べて大幅な改善。どこだ。おい、レーラ。なあ、見ての通り無事だ。生かしておきたきゃ1000万ドルを今すぐ見せろ。約束通りな。金のことだが、私には用意する権限がないんだ。何がない、何がないって、俺を舐めてるのか。いやいや、これでは話が違う。今すぐその権限であろう思ってるやつを見つけろ。出なきゃなしだ。3秒やろう。上に相談させてくれ。貴様、このクソ野郎、自分が今何をしてか分かってるのか。ああ、頭に来たのか。悪かったな。お遊びは終わりだ。今すぐ1000万ドル。俺を怒らせたらさらに1000万ドル。肝に銘じておけ。いいだろ、クズめ。お前にくれてやる。いいケツしてるな、姉さん。そいつと楽しんでるのか。豚。分かってないね。おい、やめろ。娘はどこだ。後で連絡してやる。ビクトリアの居場所をな。さあ、行くぞ、ハニー。金を稼ぐとムラムラしてくる。あのイカれた男に金を渡していいんですか。ああ、見た目ほどバカじゃないらしい。だがすでに包囲して、誰もエージェンシーからは逃れられない。
ミスター・デクスター、エレベーターのカメラを切られました。奴が来ます。財産は重荷だという奴もいるが、俺は大歓迎だ。いいか？やったぞ！すごい！こいつはとんでもない大金だ！こいつは全部俺たちの俺のものだ！さらお前の分だ。こいつはすごい金だ。なんだ？はぁ？はぁ？ふざけてるのか？なぜあのハゲは知らない？殺せ！今すぐだ！今すぐそいつを殺せ！聞こえてるのか？お前たちにやれると、いや無理だろうな。なぜなら貴様らが使えるクズどもだからな。落ち着いて。なんてこった、ふざけるな。大丈夫よ。どこが大丈夫だ。あのハゲが俺を殺しに来たんだ。ああおしまいだ。私ならどんな男でも止めてみせるわ。確かにお前にならできそうだな。あとは任せた。急げ、ジョーちゃん行くぞ。あとは頼む。任せて。もちろん22号室でも25号室でもありゃしない、2階の55号室だったんだ、クソが。あんたはどう思う？やっぱイカれてると思う？クソ、きっとババだと思ってる。そうだよ、ママによく言われたもんな、お前はバカだって。テストでも受けるか？テストなんてあるのか、バカのテストなんて。うわー、お旦那銃なんて持ってんのかい？かっこいいじゃん。うわ、あった。寿司の手前だ。誰が頼んだ？ミス・ストックトンだ。マジかよ。レイラ、こっちに来い。出発だ。お前もだ。ヘリに乗れ。上等な牛みたいに少しずつ解体してやる。そう怖がるんじゃない。どうせ試験管で育てられたんで、俺の研究所にも。すぐになれるさ。おっと、知らなかったとは言いませんぞ。今やこいつは非常に貴重だ。もうやめて、私に構わないで。ヘリに乗せろ。もういい。行こう。もう終わったんだ。